柳タンポポの一種を倉庫なする花アブの一種イリスティリネスティナイプス。倉庫なしとは植物の花粉を運んで受粉させ、花粉の優勢配偶子と花の配子を受精させる動物のこと。花粉媒介者、受粉者、ポリネーターとも言う。1。倉庫なしによって媒介される受粉様式を動物中立ちと呼ぶ。倉庫なしとなる動物は主に昆虫類と。 脊椎動物であり、倉庫なしに花粉媒介をされる植物は主に皮脂植物である。二、倉庫なしの放火行動と接触器官の形態は、皮脂植物の花の形態と開花様式などと密接な関連があり、倉庫なしと皮脂植物の間で共振化があったと考えられている。三、花を訪れる動物の中で倉庫なを行わず、蜜のみを取る動物をと蜜者と呼ぶ。 同一の動物種でも訪れる花によって、倉庫な者として振る舞う場合と糖密者として振る舞う場合が分かれるものもある。4. 植物は十分様式を反映した様々な倉庫なシンドロームを持つ。倉庫なシンドロームの構成要素としては、花全体の大きさや果敢の深さ、幅、色、香り、蜜の量、成分の特徴が挙げられる。倉庫な者と、 倉庫なシンドロームの関係として、鳥類は、花筒が細長く、蜜を多く分泌する赤い花をよく訪れるが、幅広くて蜜が少なく、花粉の多い花にはあまり引き付けられないなどがある。後者のような花は、甲虫類をよく引き付ける。花の特徴を実験的に操作すると、倉庫な者による効果は少なくなる。倉庫な者に対する倉庫なシンドロームの作用を、誘引。 報酬、選別、制御に、分類、整理する考え方もある。3.5. 誘引下の色や形状、香りなどによって、離れた場所にいる、倉庫な者に働きかけて呼び寄せる。報酬蜜、花粉、香り成分など、花に訪れた倉庫な者への報酬。誘引した倉庫な者へ報酬を与えない、倉庫なは、騙し倉庫なという、選別特定の動物を、 倉庫な者とすること。誘引の方式や報酬の種類によって倉庫な者を選別する他にも、開花時間を限定し、その時間に活動する動物のみを倉庫な者に選定することもある。また、選別を緩やかにして多種類の倉庫な者に依存する場合と、選別を厳しくして限られた倉庫な者に依存する場合もあり、植物によって戦略が異なっている。制御密線の位置を示す。 密表や花の物理構造によって動物が倉庫なをより確実に行うように制御する。最もよく知られた倉庫な者は明らかに倉庫なに適応した特徴を持つ花鉢類である。花鉢は普通毛で覆われており、帯電している。これらの性質により、彼らの体には花粉が付着しやすい。それだけでなく、花鉢類は花粉を運ぶために、 特殊化した構造を持つ。例えば多くの種では講師に、羽毛状の合毛が密集した花粉ブラシと呼ばれるものがある。また蜜蜂や丸花蜂の仲間は講師に、花粉カゴと呼ばれる構造を持つ。花蜂の多くは高濃度のエネルギー源である蜜や、タンパク質に富む花粉を集めて、幼虫の餌として利用するのだが、その際に意図的でなく、花粉を花から花へ運んでいる。 下鉢類のオスは卵の倉庫なをする際に蜜や花粉ではなく花の香りの成分を集めている。なおメスは別の花の倉庫な者になっている。蜜鉢など新社会性の花鉢類は繁殖のために豊富かつ安定した花粉源を必要とする。蜜鉢蜜鉢は花から花へと飛び回り蜜と花粉を集める。薬を吸って花粉を集め講にある。 花粉かごと呼ばれる部位に蓄える。蜜蜂が別の花に移動した時に花粉の一部は中東に移る。蜜は蜜蜂のエネルギー源、花粉はタンパク源となる。蜜蜂が多くの幼虫を育てている時には必要な栄養を満たすために花粉を意図的に集める。この時には主に蜜を集めていて花粉は偶然運ぶだけの時に比べて10倍以上の効率で、 倉庫名が行われる。糞を伸ばして採食中の南姫や片手派。蝶類は花鉢類ほど効率的ではないがよく知られた倉庫名者である。臨種目に属する蝶や蛾も倉庫を行う。食用農作物の倉庫名者としてはそれほど重要ではないが、蛾の中には野生植物やタバコなどの農作物にとって重要なものも多い。他にも多くの昆虫が 倉庫なを行う。カリバチ類や釣りアブ、花アブは一部の植物にとって重要な倉庫な者である。花むぐりなどのカブトムシ、アザミウマやアリなども倉庫なを行うことがある。キンバ類に倉庫なされる植物もあり、その場合には花から悪臭がすることが多い。ある種のミバイ類のオスは特殊な化学物質を含む香りを発する豆ずたらん、俗の一部にとって 唯一の倉庫な者である。森林限界より標高の高い場所では、蜜蜂上下の倉庫な者が、丸花蜂族しかいないことがあり、そのような場合には倉締めの生え類が主要な倉庫な者になることもある。それ以外の目の昆虫が倉庫な者になることは稀で、あるとしても偶発的に倉庫なするだけのことが多い。半締めの花亀虫か、霞亀虫かなどがこれにあたる。 熱帯の植物の一部にとって、コウモリは重要な倉庫なしゃである。ハチドリ、ミツイ、太陽鳥といった鳥類も、特に花筒の深い花の倉庫なを行うことが多い。他にはサル、キツネザル、ポッサム、ゲッシ類、トカゲなども一部の植物の倉庫なをすることが知られている。人間が意図的に倉庫なしゃをすることを人工事故という。オンライン学術用語集。 ライフサイエンス辞書、ヤフー辞書、ポランイターを入力し、検索のことらし植物の内ぐねつむめやテツめには、中倍と考えられる植物が含まれる。AB 中山つよしボトニーウェブ、動物なかだち。田中はじめ、花に秘められた謎を解くために76から79ページ。福原達人、様々な倉庫な様式、植物形態学。以下は、 英語版の引用文献である。和書、日本語サイト用書以下は、英語版の参考図書である。倉庫な社をさらに詳しく知るための発展資料。ありがとうございます。